キンプリ、改めて二人体制への思い語る、長瀬、形は変わりましたけど、高橋、二人だからこそ、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・ピスの長瀬恋、24。 と高橋海人24が10日放送のフジテレビミュージックフェア土曜5600に出演し、改めて二人で活動していく思いを語った。5月22日に平野市を岸優太、神宮寺優太が脱退し、二人体制となって初の同番組出演。 番組冒頭にマックの仲間きえから二人体制となって同番組初出演の心境を聞かれた長瀬は形は変わりましたけどもファンの人の気持ちとか僕たちのやっていくことはこれからも変わらないある意味いつも通りリラックスして楽しくパフォーマンスができたと語った高橋も変わらないところは変わらずにあとは二人だからこそできるパフォーマンスもいっぱいあると思う そういったところもファンの皆さんに楽しんでいただければなと思います。と伝えた。コメント。私は箱、白だけど神宮寺くんが好きでした。でも二人体制の金プリが思っていたよりとっても良くて、脱退した三人も喜んでると思います。絆は花火のように散らないって紫陽くん言ってましたもん。 複雑だったり気持ちの切り替えが難しいのはわかるけど金プリが好きだったのなら二人に対してマイナスコメントはせずに自分の心に留めてほしい。神宮寺くんはまたねって言ってくれてたし三人もそれぞれ活動してくれると思います。前向きに待ちましょう。三人が抜けた要因もなくガンガン仕事入れられてて心配になる。 それが嬉しいならいいけど頑張らないとって思わせてるならジャニーズはちゃんと考えてあげてほしい。今まで5人で得意なとこを役割分担してたことが2人になって何か一生懸命すぎて見てて泣けてきちゃう。近い将来また5人で歌って踊って楽しんでほしいから身体には気をつけてください。応援してます。 共感してもらえるかわからないけど、5人だった頃のことを考えるとしんどくなるから、今は考えないし、過去映像も見ていません。ただ純粋に、連会の活動を楽しんでいます。死である神宮寺くんのことは特に思い出さないようにしています。 突然悲しくなって嘆くこともたくさんあるけど、金プリを残してくれた二人はファンの思いを受け止める覚悟で活動することを決めてくれたと思うので、私も二人の活動を受け入れます。大好きな神宮寺くんが芸能界に復帰してくれるといいのですが、私はいつまででも待ちます。二人がファンのために頑張ってくれているのはよくわかります。 でも、どうしてもやはり5人の姿を求めてしまいます。A、K、B とかは、確かメンバーの所属事務所が違うのに、一緒に活動したり歌ったりしているから、そういうことができなくもないかと。だからキンプリも、二人と、脱退組で、またいつか一緒に、皆の前で集まることができるといいな。元旦だから私、その上で言わせてくださいね。 角君海くんは騎士くんを尊敬してた。蓮ンくんは騎士くんが隣にいるとなぜかどうや顔になってた。すべてが大好きだったんだろう。海くんは騎士くんの優しいところが大好き。他メンバーと騎士くんをいじることがあっても、やっぱり優しい騎士くんが大好きだった。彼らからしてみたら脱退しても一人で黙々とミナンナを楽しませるために仕事してる騎士くんはどう映ってるだろう。 これぞ尊敬する大好きな騎士ユタなんだと思う。同時に心配かけたくないとか俺たちも頑張らなきゃって思ってそう。キンプルでの最後のゴールデン放送が面白くて何回も見ています。平野くん、騎士くん、陣十字くんの存在が大きすぎるんですよね。高橋くんの心から笑った笑顔を見られるのもメンバー、みんながいてからこそなんだなって思ってしまったり。 長瀬くん、高橋くんも、これから新しい金プリとして頑張ってほしい気持ちはもちろんあるんです。事実かはわかりませんが、週刊誌などで言っていた、最初は5人揃って事務所を出るつもりだった、って記事を見て、そうでいてくれてたらな、って思ってしまう自分もいます。箱、詩でした。 変わらず応援していますが、メニュー101の出演に関してはとても複雑。5人体制最後のパフォーマンス、生放送。あれからまだ1ヶ月も経ってない。僕たちなんかが泣いていいのかな、と話していた浜江さん、生田さんはどんな心境なんでしょう。事務所の上書き作業がすごい。それをこなしていくた人も大変だろうな。 レン君たちは歌番組や SNS で元気な姿が見られるけど、脱退した三人が、岸くんはほぼバラエティのみ、シくん、君、ジンくんは全く音沙汰がなく心配です。元気にしているのかなご飯ちゃんと食べられているかなきっと、まだ気持ちの切り替えに時間もかかるし、一から何かを始めるのって準備が本当に大変だと思う。応援団はたくさんいるからね。 一人じゃないし、やれることから始めて一歩一歩進んでいってねと言いたいです。まだに五人の箱、し続けてます。はすみくんも、頑張ってパフォーマンスしているけどどことなく寂しそうなのは TV 画面でもわかってしまう。キングプリンスへの名前を二人で背負っていくことの重さを実感してるのか疲れているよね。 ファンは、ハスくんのドラマも、海くんのドラマも、岸くんのダジオもちゃんと見てる。くんと、しんも見てくれてるはず。だから、キングプリンスを楽しんでほしい。